福音輸送艦となった元不設艦、ジャクタカ。兵装が撤去され、識別用の日照機と艦名のローマ字表記が書かれている。福音輸送艦は、太平洋戦争終結後、海外に残された日本人を本土に帰還させるために使用された艦船のこと。福音輸送船とも言われる。正確には、第二福音省の特別輸送艦。 特別輸送船に指定された艦船を指すが、一般には福音輸送艦、または単に福音船と言われている。大戦終結後には、アジア各地や太平洋の島々に、約600万人以上の軍人、軍属、一般人が残されており、それらの人々の日本への帰還は、急務の問題だった。任務には、客船が当たるのが一番良いのだが、当時の日本商船隊は、戦時中の徴用や、 それに伴う任務中の撃沈、沈没で、ほぼ壊滅状態であったので、大日本帝国海軍に所属していた艦艇のうち、航行可能なものに加え、アメリカ海軍から供与されたリバティ船、LST 核100隻も動員された。旧海軍艦艇に関しては並走を撤去した上、上艦板の空いた場所に仮設の居住区やトイレを設けて使用された。 例えば、兵型解剖艦では便乗者443人、収容、福音艦中最大の艦船である空母、カツラギノの場合は格納庫を改造して1回に約5000人が収容された。福音輸送は1945年10月から始められ、翌1946年春から8月がピークとなった。その後は、感染数を徐々に減らし1947年。 夏頃まで続けられた。任務中に座礁などの事故で喪失した艦は、第20号輸送艦、第116号輸送艦、解剖艦、くなしり、駆逐艦、上風、雑役船、光積みがある。任務を終了した艦船のうち軍艦の多くは解体された。航行可能な駆逐艦以下の小艦艇は仮設設備を撤去の上特別保管艦となり、 クレコなどに軽流保管、後に連合国に引き渡されている。少数ながら、宗谷など、戦後も国内で使用された例もある。福音輸送艦となった、カズキ。二番砲塔が撤去され、側面にローマ字表記が書かれてある。ありがとうございます。